ご視聴ありがとうございます。今回は去年植物家族でも大人気だったロシアンオリーブを大きくする方法をご紹介します。ぜひ参考になると思いますので最後まで見てください。困ってる人多いと思います。いつもご視聴ありがとうございます。去年ね、大ヒットした植物家族で大ヒットしたロシアンオリーブ、うんうん、大きくするポイントをちょっとお伝えしようかなと思っております。はい、はい、でまあタイトルどうしようかな。ロシアンオリーブ困ってる人多いでしょ困ってる人多いでしょ。はい、ポイント教えますっていうタイトルにしてください。はい、はい、まあうちにね、あの海岸本店の方にねロシアンオリーブ埋まってて、まあ、すごく綺麗になってるわけなんですけど、うん、ああいう風な形にしたい方のポイントね。はい、で、園芸店とかで売られてる商品を、まあ、僕の花みたいにすることは 100% 不可能です。へえ、うん、でこれはちょっとコツが必要なんですよ。うん、で皆さんね、ちょっとね難しい話になるかもしれないんですけど、もし分かりづらかったらね 2,3 回繰り返してみてください、はい、ね、2,3 回繰り返してみてください。で、あのロシアンオリーブ、まあ、販売されてる時にですね、実を言いますと植物ってみんなそうなんですけど、これ同じ商品やと思ってください。はい、で皆さんほとんどがこういった形で売られてるんですよ。うん、みんな、リサさんこれ A と B やったらどっちか、オリーブやったら B、 B やね、 100% B やね、うん、うん、でこれなんでこっちがこっちを買うの。そんなの枝がいっぱい分かれてる。いや、そうそう、枝がいっぱい出るっていう、だからみんなこれを買うもんやから、生産者の方もこういう風な仕立てでやるんですよね。うん、で実際植物っていうのは一本の木からおテントさん上に上がってくるから、こういう風に上がってくるんですよ、ぐーっと、はい、ね、真ん中だけぐーっと上がってくるんですよ。杉とかね、そんなのよく見て、うん、見ると分かると思うんですけど、途中から分岐するのが多いんですよ。うん、途中からこういう風にしてもみじとかをこういう風にね、綺麗にね、日光に当たる面積を増やすためにね、日光上から当たるから面積増えるでしょ、ここに葉っぱが茂るから、うん、意味わかる。で周りに植物があればあるほど伸びます。日光当たらないから、わ、はい、かるかな、はい、周りに植物があると影になってしまうから、日光を求めて、でその日光よりも買ったらどうなるの、ラッキーや、うん、全部僕のものになるやん、はい、そうするとこう横枝を出す癖があるやん ね、 だから街路樹って下の方に葉っぱバーって茂ってるのあんまり見たことないでしょ、うん、帰るって上ばっかでしょ、うん、ね、あれなぜかって言ったら上に日光があるから、うん、ね、なんか下の方からこうやって分かれてるやつある、ないもみじとかあんまないでしょ、ね、で実際こういう風に何で仕立てるかって言ったらこれが人気があるから、うん、でもこれで売るとどうなるかって言ったら、このまんま伸びるんですよ。このまんまこうやって伸びるから横にパック伸びるやんね、こういう風に、あ、上に伸びない。そう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 、上に伸びないの。だからなんでこういう風な形になってるかっていうと、ここで一回剪定してるんやね。はい、ね、僕何べも言ってるけど、切ったら脇芽が出てくる、切ったら脇芽が出てくる言ったでしょ、ね、で切ると脇芽が出てくるっていうのは結構植物でそういう特性持ってるの多いんですよ。結構多いんですよ。お野菜とかダメやろ、キャベツとかは、うん、ね、野菜とかはダメねんけど、大体樹木っていうのは結構多いですね。でここで一回切ることによって脇芽を出す、だからこういう風な形になるんですよ。だからこういう風に形になってるから皆さんこれ買うんですよ、うん、でも結局はここが伸びてしまうから上に上がっていかないね。だからこれどうしたらいいかっていうと、これを落としちゃえばいいんですよ。これを切ってしまえば一本だけ残す。そう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 、一本だけ残す。でこれをずっと、でここに支柱をするんですよ、支柱、こういう風に。でこれをグッとこっちに持ってきて、ここで止める。まっすぐにする、まっすぐにする、まっすぐにする、こういった形にしていくんですよね、矯正していくんですよ。
葉の矯正みたいな感じで、そうするとこれまた伸びるじゃないですか、うん、こういう風にね。で伸びたらどうする？切る、うん、切ればどうなる？分岐する、うん、ここでもしも切ったらここで脇芽出るんですよ。あ、じゃあ高くなる。そう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 、綺麗な樹木になるんですよ。一本の木になるんですよ、うん、街路樹みたいに、うん、ね。だから購入するときなかなかこんな商品ないですけど、これ偶然ね今回仕入れた あれなんですけど、実を言うとここではここで一回ピンチしてるんですよ。ここ、うん、ここでピンチしてるから分かれてしまう、うん、で分かれてこれをこのまま置いとくとどうなる？分かれて、あっちこっち、うん、ここからぐわーっと分かれて、これ伸びるよね。これは伸びる、伸びるやろ。だからどうしたらいいの、リサさん？一本だけを残して、なんとこ切るの？これを残す、残してこっち切る、ピンポーン、こっち分かった、こうこう起こすわけ、あ、まっすぐにこれ切るわけ、はい、これ切っちゃうわけね。で次これがうわーっと伸びてくるやつ、たらどうするの？次は、うん、ここら辺で切る。お、そう、だってここで切ったらどうなるの？そっから分岐、こっから脇芽出る、うん、ね、だからこれ倒れるやん、はい、倒れるのどうする、防ぐの？支柱する、支柱するの。分かった。でもしもここで大きくなるやん、ここでわーっと伸びてくるやん、こういうふうにきれいに放射状に、うん、内輪みたいに、内輪みたいにこうきれいに放射能になったらどうするの？また一本にする、してもいいし、二本だけを残してそこを太くするとか。あ、分かる。でなぜそれ言うかって言ったら、ちょっとポイントないけど、こっから100のエネルギーが来た時にここでピンチすると、100、100ね、だって出てこんないよね、うん、だって100を2つに分かれるから、これ今3つに分かれてるの分かる、はい、ね、でこれをね、この枝この枝この枝を足した合計の太さがこっちになってるで、うん、たらこれがここを切ってしまうとどうなるの？100のエネルギー、ここが100のエネルギーで太くなるの、うん、だこの説明100点、はい、100点なんて100点、 OK なら終わろう。そういった形でね。じゃあ高さを出すことはできるんですね。できるできる、全然できる。でもさ、さっき言った売られているだいたいこういう風に塗ってここでピンチされてるんって生産者、うん、だからこういう風にしてこういう風な感じで売られてるのが多いわけ、はい、わかる。ですからもう復習なんですけど、この中で一番太い枝を残します。あ、一番太いの残す。そうそう、一番太い枝、ここもしもこうやったらこれ3つに分かれるから、これは細くなるね、こう多少細くなって、うん、でここ、まあ、ここが100っていうあれやったら、ここが80やったら、あらこれが80やったらね、これ100やから、これ100ね、はい、100の太さやったらこれ80、これ10の太さになるわけ、はい、ね、10ね、細い枝になってるわけ。なこれどこ残すの？80やね。これ待ってするとどうなるかったら、この枝が80から100になりますっていうこと、うん、分かる。で支柱をここに支柱をグッとするわけ、はい、分かる。でこれをグッとこっち持ってきて結ぶとどういう現象が起きるかって言ったら、こういうふうな状態になるわけね、枝がね、こういうふうな状態に上がっていくわけ、100のまま上がっていくわけ。はい、そうするとどうなる？ここに例えばちゃんとしっかり肥料をやったり、この根っこがしっかり伸びていくとこれが太くなる、うん、だこれがね太くなると、これがこういうふうにだんだん太くなってくるわけ、うん、分かる？こういうふうにだん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 太くなってくるわけ、うん、分かる？うわーっと伸ばしていくと、うん、でピンチするとこれ100が200に変わるわけ、へえ、うん、でだんだん太くなるとこれが300になるわけ、でここでピンチするとどうなる？100と200とか200に分かれるわけ。おお、なるほど、はい、勉強になりましたか、はい、はい、だからでもね、このコツさえ分かってしまう、これこういう植物って結構たくさんありますんでね、うん、樹木系ですか？結構多い。花苗は別、うんと、一年草は、うん、結構ある。ラベンダーとかも一回ピンチするとか、うん、まあ例えばあの、うん、一年草は結構多いかな、うん、ペチニア系とか、うん、一番花って言ってビーンとこう真ん中行ってしまうわけでも、うん、一年草は切ってもらったり、うん、うん、ね、これは今で言うとなんていう あの、うん、切り戻しっていうんやけど、大体生産者してる、うん、うん、よくね、あの安い苗だとヒョロヒョロヒョロって一本だけふぐっと上がってるやつあるんで、よく花壇の苗で多いんやけど、それはみんなそう、
はい、でまあね、あのボランティアで、まあ、例えばそういうふうな園芸の園芸センターとかね、グリーンセンターさんとかの植栽してる方だと分かると思うんですけど、いっぺん切るにはね、パチンとね、苗はね、はい、下パチンときて脇芽出して、脇芽の先っぽにあれをすると。でそういうふうなのは実際元気のいい時、一番元気のいつ、春秋、あ、人間でいうと体の成長スピードがめちゃくちゃ早い時っていつ、子供、この子供のうちのいつぐらい、中学生、あ、中学生、中学生、小学生やろ、うん、小学校の低学年、低学年が一番身長伸びるやろ、うん、そういう時に実を言うとこれを決めてもらうといい。これ今小学生みたいな、だから元気いいから、すごく元気いいから、これ幹太くなるのめちゃくちゃ早い、うん、だってパワーあるやん、ね、うん、でもその代わりここの土の周りの環境を良くしてあげる、うん、っていうのがすごく大事で、はい、だから根本的にこのこれを植える時には皆さんここだけは穴掘る人がいるから、これ絶対ダメね、絶対ダメね、やっぱり30センチぐらい穴掘ってあげてください、はい、両脇ね、指こう手こうやって広げてここまで掘ってあげてください、はい、で高さは30センチ、深さも30センチぐらい掘ってください。でポット栽培の場合は根本的に二回りとか一回り、二回りでいいかな、うん、ね、6センチぐらい大きいポットに植え替えてね、あんまりね、根腐れしないようにね、大きいポットに植えると、いいやん、大きいポットに植えたらちょっとね、金間土をたくさん入れて排水性を良くしたくなる、はい、ね、そういったことを考えれば根っこ気持ちよく伸びるんで、ね、根本的に、まあ、今で言うとみんな欲張って大きいポットに植えるんやけど、まあそれ次回の話にしましょう。肥料は好みますか？はい、肥料は好むね、うん、好むっていうかやっぱご飯をあげたまったよ、はい、うん、ご飯をあげてもいいやけど過剰にやる必要ないかな、うん、うん、過剰にやる。でもやっぱ成長期っていうのはやっぱり涼しい時、春とか秋に成長期なんで、ね、なるべくそういった時にね、肥料をやるといいかなと思いますね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。